それでは2018年度政府予算案が閣議決定されましたので、今お配りしました談話を発表いたしました。で、まあ、読んでいただければ分かる中身だと思いますが、まず1段目、全体としては、まあ、暮らしに冷たいアベノミクスを推進するとともに、まあ、いよいよ本格的な歯止めのない軍拡に走っていくような、まあ、そんな予算になっているのではないかというふうに思います。で、社会保障予算については自然増を今年も1300億円削減をするということで、これはもう小泉政権時代を上回る社会保障削減が安倍政権の下で行われています。だからとりわけですね、13年度から3年連続で切り下げられてきた生活保護費、これさらに削減することは重大だというふうに思っています。格差と貧困が広がるわけです。で、一方で所得税については、まあ、引き上げの部分もありますが、一番富裕層の優遇になっているのは金融所得に対する税率が低く抑えられていることであります。 20% という税率になっていると。で、この富裕層のキャピタルゲインやあるいは利子所得に対する優遇がそのまま温存されている。最も富裕層のところはそのまま手をつかずにつけずにいると、取りやすいところが取っているという中身だと。それから選挙で安倍首相は国難とまで言った少子化の問題ですが、これは幼児教育保育無償化、大学学費の負担軽減は消費税増税を予定している19年度以降に先送りした一方で、文教予算4年連続マイナス、生活保護の母子加算や児童養育加算も削減をされて、子育てとは全く逆行する、子育てと教育に冷たい貧困の連鎖を助長するような予算になっているんじゃないか。それから中小企業対策費や農林水産予算、あるいは地方交付税なども削減されてますので、地方創生どころか地域経済の疲弊を加速させるものとなっています。生産性革命ということの初年度予算というふうに言っておりますが、まあ、その内容は、まあ、一層大企業向けの、まあ、賃上げや IoT 投資を口実にした企業減税、それから14年ぶりにですね、在投資金を高速道路に、まあ、投入すると。高速道路の、ね、問題かなり以前問題になっていたわけですが、まあ、14年ぶりに 1.5 兆円を投入することにしています。国際コンテナ港湾などの大型公共予算投資の予算も増えて、原発関連も温存されています。から我々として最大の問題だと思うのは今回軍事費の問題でありまして、まあ、6年連続軍事費が増額されて5兆1911億円というものになってますし、まあ、補正予算でも2345億円が追加をされています。イージス・アショアの導入関連経費、オスプレイ、ステルス戦闘機 F-35、 新型空中給油機、グローバルホーク無人偵察機等々ですね。で、とりわけ長距離巡航ミサイルについては、これはですね、今検討されているものでいうと、まあ、今の自衛隊の航空自衛隊の対艦ミサイル射程170キロの5倍以上の900キロということですから、これも朝鮮半島全体が射程に収まるわけで、まあ、小野寺防衛大臣はこれは敵基地攻撃を目的としたものではないというふうにおっしゃっていますが、小野寺さん自身は敵基地反撃能力ということを大臣になる前から提言をされてきた人でありますし、中谷元防衛大臣は必要とあれば北朝鮮の基地に対して攻撃することも可能な能力を持つことになると12月16日に言明されております。そういう意味では憲法9条にも関わる重大問題ではないかと。敵基地攻撃能力を保有する布石ともなるものであって重大だと思っています。全体補正予算でミサイル防衛の予算計上されているものと合わせて際限のない軍拡につながるものとなっておりますし、いわゆる思いやり予算、日米地位協定にも規定のない思いやり予算、辺野古新基地建設などの再編予算なども増えて、米軍関係換算経費は過去最高の4180億円となっています。この問題は今回の予算でも最大の問題点として、国会でも追及をしていきたいというふうに思っています。だいたいですね、トランプ大統領が来日の時に露骨にアメリカ製の武器を買ってくれということを要求して、でそれに応えるという形で米国製の武器を積極的に買っていくというやり方、
まあ、トランプ大統領言いなりで米国製兵器を爆買いすると、でこういうやり方については厳しく批判をしなければなりません、ということが全体の予算案でありまして、最後にありますように国民の暮らしには冷たい、富裕層大企業は優遇している、そして戦争する国づくりに突き進む、そういう予算ではないかというふうに思っています。国民に貧困と戦争をもたらす亡国の予算ということを最後言っておりますが、まあ、抜本的な組み替えを要求して国会での審議に臨みたいと、そう考えております。私からは以上です。この件あるいはこの件に関わらずご質問あればお願いします。予算に関連してですね、沖縄振興予算は2年連続減ると、まあ、3000億円台をキープしているものの、また減りましたが、まあ、その意図をどう見るか、そうした政府の姿勢をどういうふうに見られますか。まあ、これははっきり言って、女川県政いじめであるというふうに思います。まあ、減額は2年連続ですし、女川知事就任後の予算規模としては最低を更新するということになっております。概算予算からも180億円減額をしているということになります。まあ、安倍政権が沖縄の民意を踏みにじって辺野古新基地建設を強行していることに、当然のごとく女川県政がね、まあ、反対を貫いているわけですが、まあ、そういう女川県政いじめというべきものであるという点では、この点も厳しく批判をしなければいけないと。まあ、なんだかね、国連でエルサレムの決議に反対すると援助を止めるぞみたいな話が、もう本当大国にあるまじき振る舞いをトランプ大統領やってますが、なんか日本でも同じようなことやってんじゃないかなというふうに言わざるを得ないやり方ではないかと思います。はい、安倍政権ですけども、この第二次政権がどうなって思いですけども、5年間どうか、ね、いやー、もう本当に最悪の5年間だったと、内政外交ともに、まあ、本当にひどい政治が続いている5年間だったなというふうに思います。暮らしの面ではやはり国民の負担がどん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 増えていく、まあ、消費税増税の一方で社会保障も削減するというやり方ですから、そしてまあ大企業だけが栄え、内部留保が70兆円も増えて400兆円を超えるという非常に歪んだ経済、日銀にどん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 株を買わせて株価を釣り上げるという、まあ、偽りの経済成長と、経済だというふうに言わざるを得ないかなと。からやっぱり憲法を踏みにじって、いくようなやり方が特定秘密保護法、戦争法、安保法制、そして共謀罪と立て続けに、ね、続いた5年間だったなと。そういう中でも希望はやはり、この暗極の安倍政権に立ち向かってやっぱり市民と野党の共闘ということが、まあ、生まれ進んだ5年間だったと、まあ、この力で何としても6年目は迎えさせないということで頑張りたいと思います。はい、ですか、野党絡みの関係なんですが、民進党はですね、党の会合を繰り返して、まあ、統一じゃなくて、希望や立憲に対して統一化を呼びかけするようなところで、まあ、協議が続いているようでして、まあ、なかなかこう決まらないというかですね、来週に向けて一定の結論を出すということなんでしょうけれども、野党の在り方がですね、あんまり固まらない中で、やはりこう政権から見ると、まあ、それに来るような方になってたと思うんですが、まあ、そのところから見られると、どういうふうに。まあ、もっと国民の方を向いて、やっぱり安倍政権の暴走を止めるためにどうするかということをしっかり考えるのが野党の仕事であって、まあちょっとあまりにも内側ばっかり見てる議論になってるんではないかなというふうに思いますし、まあ、野党はまあ自分の党がどうなるかということを考えるのはそれは当然ですが、それだけではなくて、やはり市民と野党の共闘をどうやって発展させていくのかと
いうことにもっと知恵を力も注ぐべきで、内向きの議論からは早く脱却をして前に向かって共に進もうと、そういう来年はそういう年に出だしからしたいなというふうに思いながら見ております。自民党の憲法改正推進本部ですか、一昨日に論点整理をまとめました。これに対する評価ですね、特に自衛隊のあり方について憲法9条のところと、あと緊急事態条項ですか、これについては、両論併記になってますけど、それとあと、合区であるとか、教育無償化ですか、これについて何か評価があればよろしくお願いします。総じて何ていうか、こう日本をどういう国にしようかっていうところの議論というよりは、どうやったら国民にこう何ていうか受け入れられるかっていうことばかりで議論が進んでるんじゃないかなっていう気はしないでもないというふうに思います。そんなふうに思いますが、しかしその中でもやっぱり9条を変える、やはりその9条1項2項そのままであって、自衛隊をこういわゆる加憲ということであっても、これは集団的自衛権行使容認というですね、憲法違反の安保法制を上書きするような形になるわけで、これは許されないし、同時に船田さんがね、自民党の船田さんが、まずは2項をそのままで加憲して、その次の段階でその後2項を削除するというふうに言ってるわけで、頭隠して尻隠さずということで、狙いははっきりしてるんじゃないかな。合わせてやっぱ緊急事態条項というのも、結局その国会の機能を停止して国会議員の任期を延長すると、これは別に災害対策だったら現行法で対応できているわけで、これは戦争戦時体制ということを想定したものであるとしか思いませんし、実際の国会議員の任期延長法案というのは昭和16年に国会では通っているわけですね。まさに戦争に突き進む中でそういった手立ても打たれたということでいうと、全体として9条の問題、それから緊急事態条項も含めて、海外で戦争をする国に向けた改憲であるということで、いずれの中身、我々としては断じて認められない中身だと。こんなものをですね、大体自民党の中で議権もまとめられないようなものを発議するなんてことはとんでもない話だというふうに。合区の解消であるとか、教育の無償化についても、これも一応、もうおおむね、意見は一致するという、そういう結論でしたけど、論点整理でしたけど、これについては、議論についてはどのように。あれは憲法を変えなくたってできる話ばっかりですから、ためにする議論としか思えないと。だいたい教育無償化じゃないし、あれ、なんだか読んでもわけのわかんない文章なんで。教育の無償化というのであれば、教育の機会均等ということをちゃんと憲法書いてあるわけで、それでやればいいし、合区の解消というのであれば、一票の格差、投票価値の平等ということであれば、これは比例代表制にしていくというのが一番の、あるいは大ブロック、大選挙区でやっていくという、それは憲法変えなくたって十分できるわけで、改憲の口実に使っているだけではないかなと。国民的にもあれでは理解が得られないんではないかな。そんなことのために憲法を変える必要があるのかという声は出てくるんではないかなというふうに思います。話変わりますけど、国連での、イスラエルに関するアメリカの その規範を決議ですけど、今日賛成多数採択されましたが、日本も、それに賛成する形になりました。これに対する評価、いやもうそれはエルサレム首都と認めないというのはもう国際的な合意ですから、日本の政府がこれに賛成するのは当然のことだと思いますが、でも安倍さんはトランプ大統領のエルサレムへの大使館移転を一度も批判してないじゃないですか。主要国の首脳はみんな批判してるわけでしょう。なんで批判しないのかなと。電話しょっちゅうかけられるって自慢してるんだから、電話をして批判すればいいじゃないですか。ゴルフしょっちゅうやってるんだったら、なんでこのそういうこと言えないのかと。そういう大事なこと言わないっていうのはね、本当の友達じゃないというふうに言いたいと思いますね。よろしいですか。はい、じゃあ